はい、どうも皆さん、こんにちは。この土日が最後の夏休みの人は高評価。そうなくていつも通りやっていくんですが、まず今日のショップにはついにアイアンスパイダーが販売されています。ただこのアイテムは色々安くて、まずスキンが 2000B バックスするんですが、実はバックアクセ、ツル足、グライダーがセットでこの値段となっています。例のアバターのパックと比べると涙が出るくらいお得です。さらにそこに楽器とエモート、ラップがついて 2600B バックスのバウンドルもあるため、これも結構お得だと思います。僕後で全部買います。そして今日はこの2つのアイテムが269日ぶりの再販ということで、ショップでアイテムを購入する際は忘れずにクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。普段からしてくれてる人はマジでありがとうございます。さらにショップ関係で言うと、今日の早朝にエピックの公式アカウントがこんな感じのバレバレのティザー画像を公開していました。もう先行配布されたコンテンツクリエイターがかなり話題にしていたため、本当にバレバレです。そしてスキンといえば、僕の固定スキンの色違いのリフレックスがなんと前回の販売から2000日が経過しました。これはフォトナ史上一番再販されていないスキンとなっていて、ここまで再販されなかったスキンは他にはありません。ちなみに2番目に長く再販されていないワールドウォリアーは1854日再販されていません。ただリフレックスに関してはセットのアイテムが何度も再販されているため、このスキンは遅かれ早かれ来るとは思います。あと知らない人のために簡単にこのスキンについて触れると、これは2018年の11月から2019年の1月くらいまでの間にパソコンかグラフィックボード単体の購入特典としてついてきたスキンで、その他のアイテムもセットになっていました。ただなぜか配布期間が終了したら即ショップ販売されました。でそれに PC やグラボ購入者がブチ切れた結果、後から該当者には限定のステルスリフレックスがもらえたわけです。というわけで、よく考えるとセットのアイテムが普通に再販されているのもやばいんですが、もうエピックとしてはショップ販売用のものという認識なのかもしれません。あとワールドウォリアーに関してはパラダイムと同じく期間限定販売とアナウンスをされていたため、再販はないと明言されています。そのうち一番再販されていないスキンはワールドウォリアーになりそうです。ただ実はこれあんまり知られていないんですが、このワールドウォリアーが販売されていた時期限定でフィッシュスティックにワールドカップバージョンのスタイルが追加されていました。これも二度と手に入らないので、まあ言ってしまえばワールドウォリアーと同じくらいレアなわけです。そのわけでレアスキンがいっぱい欲しい人は高評価。次はあのチャンピオンアックスがなんと 500B バックスで販売されるんじゃないかという噂が出回っています。ただ実はこれ相当ガバガバな情報で、これを発信したアカウントは現在のデータのまま販売すると 500B バックスになると言っているんですが、後から他人へのリプライで、でも値段は次のアップデートで変わると思いますと言っています。じゃあそれを先に言わんかいって感じですよね。そもそもこの 500B バックスという話もプライベートサーバーで表示されている値段らしく、正しいものではないっぽいし、やっぱり現状は 800B バックスでの販売が一番可能性が高く、ワンチャン次のアップデートでもっと高くされるかもしれません。でどれくらい高くなるかという話は前回の動画でしているので、気になる人は見てみてください。次は誰も話題にしていないんですが、今日の朝4時くらいからついにカルル J のコンサートイベントが開催されました。でこれを見た感想なんですが、めちゃくちゃ良かったです。前回のメタリカのイベントのガチで100倍は良かったです。たださすがにトラビスとかアリアナのイベントに比べると迫力はあんまりなかったんですが、それにしてもかなりクオリティは高かったです。トラビスとアリアナのイベントのクオリティが100だったら、今回のカルル J のイベントは80くらい、以前のキッドラロイのコンサートが75くらいですかね。そしてメタリカは20です。でなんで今回のイベントが良かったのかというと、多分このコンサートイベントを外注で作った会社はちゃんとトラビスとアリアナのイベントを参考にして作ってると思うんですよ。これはイベントを見てみたらわかります。なんか所々似てるんですよ。ただメタリカのイベントは完全にエアプの会社が作ったとしか思えませんでした。コンサートを見ているよりもクソゲーのミニゲームをやっている時間の方が長かったです。そのわけでまだ今回のコンサートイベントを見ていない人はぜひ見てみてください。結構感動します。しかもイベントに参加するだけでこの楽器ももらえます。ちなみにイベントの当初はこの楽器が配布されないバグも発生していたんですが、現在は修正されています。まあなんてこうも毎回バグるんですかね。それとこのイベントの中には結構意味深なシーンがいくつかあって、まずはこの黒と緑のサメがケルベロスの犬に変身するんですよ。そのためもしかしたらこのサメの冥界バージョンみたいなやつも今後バトルワに登場するかもしれません。なんかサメはチャプター4あたりからしれっと削除されていました。ただ次に来るシーズンはチャプター2のシーズン OG、 このチャプターではサメが初登場しているため、まあ少なくとも普通のサメが復活する可能性はかなり高いです。しかもサメはマイダスを食べて丸しちゃっています。でその後マイダスはハデスが支配する冥界の牢獄に囚われていたんですが、そこでもこの冥界の犬や冥界の色、さらにサメが繋がってくるわけです。ただ冥界があるのも今シーズンだけになりそうなので、冥界バージョンのサメが来る可能性は低いとは思うんですが、ワンチャンあるかもしれません。あとはイベント中にザ・シャークが何度も映っているんですよ。ここにはマイダスのスパイチームのメンバーであるスカイがボスとしていた場所で、またもやマイダス関係なわけです。まあこのカルル J さんの曲の MV にサメが出てくるらしく、それ関係で今回のイベントではサメが何度も出て
てくるんですが、それにしても今後チャプター2のシーズン OG が来ると言われている中でザ・シャークが登場しているのは意味深ですよね。あとはこんな感じの未知の車があって、これが結構オシャレでした。たださすがにこれは来なさそうです。次はそんなチャプター2関係の話で、なんと今年の12月あるいは来年の1月頃にチャプター2バージョンのリロードが登場することがほぼ確定しています。その理由はゲーム内ファイルに存在するリロードのデータに現在のチャプター1仕様のものとは別にチャプター2仕様のものと思われるものが存在しているからです。ただこういう変化は競技勢がまた切れそうですよね。とはいえ僕の知っている競技勢はリロードで武器などは変更しなくていいからマップだけを変えてほしいと言っている人がいて、まあ確かにそれだったら文句を言う人も少なさそうです。そしてそんなリロードには今後ソロモードが来るというリーク情報もあります。ただ果たしてそれはリロードと呼んでいいんでしょうか。さらにチャプター2シーズン OG の細かいスケジュールも判明しました。まず11月2日から OG が始まり、そこから9日までの1週間はチャプター2シーズン1の世界で遊べます。次は9日から23日までの2週間はシーズン2で遊べます。やっぱり一番人気だったシーズン2の期間が長く設定されているわけです。でその後23日から30日まではシーズン3の世界で遊べます。ただシーズン3は不人気だったので、まあ復活したところでという感じではあります。ずっとシーズン2でいいかもしれません。で30日にはフィナーレイベントが開催される予定で、今回はもしかしたらマイダスがストームを破壊しようとしたイベントであるザ・デバイス 2.0 が来るんじゃないかと言われています。前回のシーズン OG ではジ・エンドのリメイクバージョンが来たため、チャプター2前半の象徴的なイベントのデバイスが今回復活するんじゃないかと予想されているわけです。ただシーズン3では何のイベントもなかったので、今回の OG の最後にシーズン2のイベントだったデバイスが復活するというのはつりつまが合わない感じもしますよね。そのため全然別のイベントが来る可能性もありそうです。最後にこういった情報をまとめていくんですが、まずエピックが一部のプレイヤーに向けて速射であるヒットスキャン武器と今の偏差がある銃の撃ち方についてどっちが好きかというアンケートを送信していたみたいです。そのためアンケートの結果次第ではチャプター6とか将来的にまた武器は全部速射になるということもありえるんじゃないかなと思います。で実際どっちが好評なのかというと、完全に好みではあるんですが、硬派な FPS プレイヤーは速射じゃない方が好きらしいです。まあ偏差がある方がリアルではあります。そのためフォトナキッズは速射の方が好きそうです。まあゲームによってはダメージは低いけど速射でダメージが高いのは偏差があるとかいろいろ差別化されていて、フォトナもそういう路線でいいような気がするんですが、なんかまた一度に全部変えられそうですよね。次は残りも短い2024年の UEFN 関係のロードマップとして、一人称モードの正式サポートと UI や HUD の大規模アップデート、あとはカメラアングルに関するアップデが予定されているんですが、以前エピックの社長が一人称モードは登場しますかというインタビューでは登場するけどクリエが先と言っていました。そのため UEFN に一人称モードの正式サポートが実装されたら、ついにその後にはバトラーの方にもやってくるかもしれません。あとはさっき言い忘れていたんですが、なんとチャプター2のシーズン OG で新たな車のモッドが追加されるみたいです。それに関するコードネームを判明しています。ただチャプター2世界に車モッドとかいうゴミはなかったので、マジで過去を改変するのはやめてください。それとフォトナの公式ツイッターアカウントがヘッダーとアイコンをチャプター5の最初のメタバースに関するキーアートにシーズン4のやつから戻していました。エピックはこれが相当気に入っているみたいです。